さんこんにちは、ナイロン番組のナイロンです。はい、今回はですね、あ、何んだよね、髪の毛乾かせよと思ったと思います。今日は髪の毛乾かしてきます。ただそれだけの動画です。でもね、結構ね、このね、髪の毛のサイズになってからね、毎日ドヤヤ乾かせるようになりました。そう、あの前まですごい長かったんですよ、ね、知ってるじゃんみんな、うん、ご覧の動画見てる方知ってると思うんだけれども、ここら辺までありました。ここら辺までそれをバッサリ切ったわけですよ。でこれですよ。で長かった頃は毎日は乾かしてなかった。1日目乾かせなかったら次の日爆発してたんですよ。髪の毛が乾かしてます最近は。そしたら朝はね、一応落ち着いてます。私ね、外巻きになっちゃうの、こうでなっちゃうのよ。それが嫌なんですよ。なんで今日は直す方法です。方法は一つ、もう言っちゃいます先に。これで乾かせば大丈夫。この串系のやつで、串系ない人は串と一緒にドライヤーでグワーってやるの。そしたら治ります。これ乾かし終わったらね、なんと上手上手のコーナーが待ってるから、こっちに鏡あるのでこっち見ながらやります。ただ乾かすだけの動画だよね今日ね。乾かします。ちょいちょい止めて話すんだけどね、多分これあの朝一に上がってるから8時アップだから、一緒に髪の毛乾かしましょう。はい、あ、ちょっと待って、いろいろ言いたいことないあのね、前まで髪の毛乾かすのすごい時間かかったんですよ。30分ぐらいかかったんですけど、2秒だから、うん、もうちょっと喋んないでずっと乾かしますね。はい、乾いた。前髪乾かすの忘れてた。まあ乾いたでしょ、ほとんど。こっちはちょっと内巻きになるわけよ。でもこっちもぴょんぴょんでしょ。大丈夫、直すから。4月12日誕生日の週なんだけど、そう、今年私誕生日金曜日なんですよ。嬉しすぎる。前髪乾くの2秒なんですよ。あの前髪もすいてもらったんです。そう、抜く主義だからさ、多分剥げるよね、そろそろ。髪の毛ちょっと切った方がいいってママに言われた。切りまーす。どこだろう、これか。熱っ、熱いね。このドライヤーね、バカみたいに熱いんですよこれ。どう、あ、やばい、折れた。はーい、ってことで今回はドライヤーで髪の毛乾かしてきました。明日は多分上手上手のコーナーだからみんな見てね、楽しみにしてるでしょ。そう、久しぶりだね、上手上手のコーナーも。それではまた明日の番組でしましょう。バイバイ。